それでは次に、コンピューターのメモリの配置と容量について説明します。これはテキストには記載がありませんけれども、この授業で補足することです。準備ができましたら、次のスライドへ進みます。計算機が扱う情報には、命令やデータなどがありますが、これらの情報の一番小さな単位は、0かもしくは1の状態です。実際の計算機では、この0や1の状態を、その電子回路の電圧の、工程で表す場合が多いですけれども、この一番基本となる0と1の状態をビットと呼びます。で、この0と1の状態ビットが一種類の情報で、1ビットというわけです。で、このビットが、N 個集まった状態で N ビット。で、特にその8ビットを集めた状態のことを1バイトと呼びます。計算機では、この命令やデータを表す情報の量の単位をこのバイトで表す場合が多いです。準備ができましたら次のスライドへ進みます。さて、このメモリ容量の単位なんですけれども、バイト単位では、昨今では非常に、メモリ容量も大きくなっておりますので、このメモリ容量に単位をつけて取り扱います。で、スライドにありますように、この単位は、その10の3乗ごとのひとまとまりを単位にしています。例えば、先ほど述べた1バイトがですね、10の3乗、つまり1000個集まって1000バイトになりますと、これを1キロバイト。で、これがさらに1000個集まって1000キロバイトになりますと、1メガバイト。で、以下同様に、1ギガバイト、1テラバイト、1ペタバイトといった単位で表されます。で、一方で注意しなければならないのですが、このメモリ容量は、10の3乗を、ひとまとめにする場合のほかに、2の10乗、すなわち1024個をひとまとめにする場合もあります。先ほど述べました、1キロバイトについては、10の3乗、すなわち1000バイトを1キロバイトとみなす場合と、それから2の10乗、1024バイトを1キロバイトと表す場合がありますので、状況に応じて注意が必要です。準備ができましたら、次のスライドへ進みます。で、先ほど紹介しました、この2の10乗を単位とするこのメモリ容量の単位について、最近では、この2進接頭字と呼ばれる記号を用いたメモリ容量の単位も使われております。例えば、2の10乗バイト、1024バイトのことを1キビバイトというふうに呼びまして、1キロバイトの K と B の間に小文字の i を入れた形で表すことがあります。以下同様に、1024キビバイトのことを1メビバイト、1024メビバイトのことを1ギビバイト、同様に1テビバイト、1ペビバイトといった呼び方がされます。このような形で、その2進接頭字がついた場合には、その、この単位、メモリの容量の単位は、この2の10乗を単位にしているということで、先ほどのキロバイトやメガバイトと区別することができます。準備ができましたら、次のスライドへ進みます。次に、計算機の識憶装置、メモリの配置について説明します。計算機のメモリには、命令やデータを格納しますが、このスライドにありますように、バイト単位で、線形にこう配置します。で、このスライドの例では、識憶装置が、N バイトから成り立っている、例を表していますけれども、それぞれ の, そのメモリのバイトに、そのアドレスと呼ばれる、場所が割り当てられています。で、このアドレスは、0番地から始まりまして、N バイトありますので、N-1 番地までが割り当てられています。そして、このメモリの配置を図で表す際には通常、この0番地を
一番下に置きまして、1番地、2番地と、こうメモリを、の箱を重ねていくような形で、表します。準備ができましたら、次のスライドへ進みます。次に、計算機のメモリのそのワードと呼ばれる言葉について説明します。このワードは、まあ日本語だと語となりますけれども、これCPU で一度に処理するデータ量の単位を表したり、CPU とメモリなどの間で一度にやり取りするデータ量の単位を表す言葉です。で最近では、この1ワードが64ビット、すなわち8バイトである計算機が主流となっています。準備ができましたら、次のスライドへ進みます。ここでは、そのワードを単位にした、その計算機のメモリの配置の例について説明します。このスライドに現れていますのは、その1ワードが32ビットの場合の例です。この図にありますように、その計算機のメモリの配置を表す際には、このワード単位でこのメモリの配置を表す場合があります。この場合、今扱っている計算機では、1ワードが32ビット、すなわち4バイトですので、この1段、メモリの配置の1段が、4バイトになるように、その4バイトの箱を横に並べて、でこれを縦に重ねていく形で、そのメモリの配置を表すことがあります。で、その際、例えば、一番下のアドレス0の段ですね。ここの、そのメモリの配置は、その4つの箱が横に並んでいるわけですけれども、その、一番最初の0番地の、メモリを一番、その4つの箱が並んだ中の一番右側に。で、1番地を、0番地の左。以下同様に2番地、3番地と左側に、そのメモリの箱を並べていきます。そして、次のワードは、4番地から始まりますけれども、この4番地、今度は4番地、5番地、6番地、7番地と、並べた箱を、その下の段の箱の上に重ねていくという形で、順番に、その、まあ、最後ですね、その N 番地までのワードを並べていくという形で、このメモリの配置を表します。準備ができましたら、次のスライドへ進みます。次に第 1.2 節、テキスト10ページからは、全金記法の説明がありますが、この全金記法については、この後の授業で導入します。準備ができましたら、次のスライドへ進みます。第1回の授業のまとめです。今回の授業では、まず、コンピューターの基本構成について説明しました。それから、次にコンピューター内部の紹介を行いました。そして、メモリ、主記憶装置の配置と容量について説明しました。で、この中では、メモリ容量の単位について説明し、それから、バイトですとか、あとワードの言葉、それからそれらの、単位、それらを単位とするメモリの配置について説明しました。準備ができましたら、次のスライドへ進みます。次回、第2回の授業では、計算機上での数値と数式の表現、テキストでは12ページから14ページの内容を扱う予定です。それでは、今回の授業はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。